日本昔鹿は中期更新世に生息していたとされる、哺乳孔玉、ヒズめメしかかの動物。この種はもっぱら、日本に生息していたとされるため、あえて区別せずに単に、昔鹿とも言う。現在は絶滅した、全滅種。化石は、東北地方南部から九州地方にかけての地層で発見されている。昔鹿ア族の角は、日本鹿の角と比較した場合、 第一枝が角座からとても高い位置で分かれているのが特徴である。また、成長した日本自家の角先は普通4つに分かれるが、昔自家族の角先は3つに分かれるという違いもある。中期く、後期更新よにナウマンゾウなどと共に繁栄した動物で、倉橋歴史民族資料館には、ナウマンゾウや昔自家の化石が展示されている。長崎県、 島原半島の口の地層群カズサ層より発見された地頭骨化石があり、島原昔地下とも呼ばれている。日本の更新魚の代表的な哺乳類ある日本昔地家ア族は、これまでの研究では日本昔地下の他に以下2種に分かれるという。なお、前述の島原昔地下については、カズサ地の変異の一種という説もあるので注意されたい。どちらも、 発見地の地名、島原、上ズに由来するとされることからも、動詞の可能性がある。ありがとうございます。